人生とは解かれるべき問題ではなく経験されるべき現実である。キルケゴール。人生にはただ一つの意味しかない。それは生きるという行為そのものである。エーリヒ・フロム。生きているものとは戦っているものだ。ヴィクトル・ユーゴー。僕らの人生は僕らのアートなのさ。ジョン・レノン。人生とは今日この日のことです。確かなことは今日だけ。今日できることを精一杯やりましょう。自分を揺り起こしましょう。趣味を始めましょう。情熱の風を心に通しましょう。カーネギー。人生とはあれこれ計画を立てているうちに僕らの身に起きてしまうことだ。ジョン・レノン。人生は後ろ向きにしか理解できないが前を向いてしか生きられない。キルケゴール。人生とは 10% が自分の身に起こること、 90% がそれをどう受け止めどう反応するかであると確信している。チャールズ・スウィンドル。人生とは儚いものだ。ティム・クック。運命がカードを混ぜ、我々が勝負する。ショーペンハウアー。生きることは音楽的であること。体内の血が踊り出すところから始まる。すべての生命がリズムを刻んでいる。君は君の音楽を感じているかい？マイケル・ジャクソン。人生は自然で自発的な変化の連続だ。抗ってはいけない。悲しみを生むだけだ。流れに身を任せ自然と前に進んでいくようにすべし。老子。
人生に意味を与えるものとは、私たちが得るものではなく、どんな人物になるか、何に貢献するかなのです。アンソニー・ロビンズ。人生とは自分を見つけることではない。人生とは自分を作ることである。バーナード・ショー。幸せはゴールではなく、満足に生きた人生の副産物なのです。エルノア・ルーズベルト。人生は至って単純。競争なんて本当は存在しないし、勝たなきゃいけないレースもない。スザンヌ・サマーズ。生きるために食べるべきであり、食べるために生きてはならない。ソクラテス。人生の唯一の意義は人類に仕えることにある。レブ・トルストイ。誰かのために生きてこそ人生には価値がある。アインシュタイン。1時間の浪費を何とも思わない人間は、人生の価値を見出せていない。チャールズ・ダーウィン。これはこの世での使命が終わったかどうかを知るためのテストだ。もしもあなたが生きているのならば、使命はまだ終わっていない。リチャード・バック。生きるということは、アンデス山をよじ登るようなものである。つまり、登れば登るほど断崖絶壁はより一層険しくなるのである。マリア・ダ・オストス。労働なくしては人生はことごとく腐ってしまう。だが魂なき労働は人生を窒息死させてしまう。アルベール・カミュ。生きるとはこの世で一番稀なことだ。
大抵の人はただ存在しているだけである。オスカー・ワイルド。与えることは生きること。オードリー・ヘップバーン。涙と共にパンを食べたものでなければ人生の味はわからない。ゲーテ。人生はジャズみたいなものだ。即興でやるのが一番なんだ。ジョージ・ガーシュウィン。人生はフェアじゃない。そのことになれるんだ。ビル・ゲイツ。本物の生き方とは、人のために生きることである。ブルース・リー。真理を探求するのであれば、人生において一度はあらゆる物事をできる限り深く疑ってみる必要がある。デカルト。現実の人生というのは、大抵の人にとっては実に長い事前の人生である。つまり理想と可能性との永遠の妥協である。生きることは苦しむことであり、生き残ることは苦しみの中で価値のある意味を見つけることです。ニーチェ。最後までご視聴ありがとうございました。またご視聴ください。